マンジュラ・マンジュラ。マンジュラの成り立ちは、入江に沿ったパース近郊の行落地として始まり、パースの大都市化に伴いより落ち着いた、生活の遅れる都市として人気を得て成長した。2007年12月にパースとの間に、鉄道の新路線が開業し、結びつきがさらに深まっている。2008年の民間の調査では、オーストラリアの主要227都市の中で、 最も住宅を手に入れにくい都市として挙げられた。マンジュラ中心部近くの海岸線は、イルカ、コシグロペリカン、ウ、そして豊富に生息するカニなど様々な野生生物に、とっても貴重な住処となっている。周辺のビーチや、よく整備されている水路での、プレジャーボートによるレジャーやフィッシングなどは広く有名で、海外からも含めたくさんの観光客が、マンジュラを訪れている。 毎年4月には、ストレッチフェスティバルと呼ばれる芸術祭が盛大に開催され、多方面から参加者を集めている。オールドマンジュラハシピール入りへとハーベー加工からなる内水域は、シドニー湾の位置するポートジャクソン湾の場合の面積を有し、マンジュラはインド洋へと流れ込む、この淡水の水系に囲まれるように存在する。また、 ピール入り江から伸びる運河に沿って、郊外地区が発達している。これらの地域の海岸線は、そのほとんどが砂浜となっている。入り江の水質を改善し近年発生していた、藻類の異常増殖を防ぐため、1994年に、ドーズビル放水路が開作された。マンジュラは、サーペンティン川を境に、海岸側のマンジュラ市と内陸側のマレー地区の二つの地方自治体によって、 構成される。マンジュラはパース同様典型的な地中海性気候である。12月から2月にかけての夏季は平均最高気温摂氏27度、平均最低気温は摂氏19度だが最高気温が摂氏40度を超える日もしばしばある。6月から8月までの冬季は平均最高気温摂氏15度、平均最低気温摂氏9度まで下がる。 海に面しているため幾分穏やかな気候に恵まれ、夏の日中は数キロメートルほど内陸に寄った地域と比べても摂氏温度から摂氏5度ほど涼しく、逆に冬の夜間は暖かくなる。年平均降水量は850ミ、mm、リメートルだが、近年は年700ミリメートル前後にまで減少しつつある。とはいえ、落農や水資源供給などこの地域の需要を満たすには、 十分な量を保っている。降水は主に陶器に集中し、強風を伴って嵐となることが多く、風水害を招くこともある。竜巻の発生も多く、世界でも有数の竜巻の集中発生地域である。西オーストリア州南西部一帯に住んでいた、アボリジニのヌンガー部族がマンジャーと呼んでいたのが、現在のマンジュラでありその語源である。1829年12月、 トーマス・ピールがイギリスより入植希望者を連れてスワン川入植地に到着した。当初の契約では彼は入植用地の知見を与えられるはずであったが、期限である11月に間に合わなかったため、本来予定されていた用地は与えられなかった。しかしピールはくじけず、スワン川入植地の南方、ウッドマンポイントと呼ばれている地区に小さな入植用地を得てクラレンスと名付けた。 しかしこの土地は様々な問題を抱えており、ピール自身の健康状態の悪化もあって、彼と入植者たちはマンジュラの地へと移った。ピールは1865年に死亡したが、マンジュラの町はゆっくりとながらも成長を続けた。マンジュラ駅マンジュラとパースの間は、古くからのクイナーなフリーウェイト2007年末に開通したトランスパースの新鉄道路線であるマンジュラ線で、 結ばれており、加えて2009年に、バイパス道路として、ホレストハイウェイが開通した。ホレストハイウェイはさらに南へと延伸される予定である。ホールズヘッド二次利用水再利用計画という、水資源のリサイクル計画が行われている。また、地下の耐水層を利用して、下水用浄化し公園などでの山水に使用している。オーストラリアンフットボールの 西オーストラリアフットボールリーグに所属するピールサンダー FC はマンジュラを本拠地としている。サッカーの西オーストラリア州リーグにはマンジュラシティが参加している。マンジュラマジックというバスケットボールチームも州内のリーグに加盟している。マンジュラ周辺にはマンジュラカントリークラブやメドースプリングゴルフクラブなど多くの素晴らしいゴルフ場が存在し、 コースから海を眺めることができたり、カンガルーを見かけることもある。ありがとうございます。